どうも島です。今回のテーマはタープティピー貼りです。タープティピーについて特徴や適正時期を解説して、その後貼り方を図解しながら実際に貼っていきたいと思います。この貼り方、個人的にはかなり好きな貼り方なので、ぜひ最後まで見て参考にしてみてください。わかりやすくかつ簡潔に設営時の説明書になるような動画にしたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは今回の内容としてはこんな感じ。まずはタープティピーの概要や特徴について解説します。次に実際に設営しながら貼り方を図解付きで解説します。最後に設営後のタープ内の広さやポイントなどについて解説という流れで説明していきたいと思います。それでは早速タープティピーの概要と特徴について見ていきましょう。概要と特徴についてはこのようになっています。まずは外観から。タープティピーの外観なんですが、その名の通りティピーテントのような形をしています。これはブッシュクラフトインクの折り紙タープの貼り方で紹介されていたものですが、見たことない人も多いんじゃないでしょうか。複雑そうに見えますが、ポイントを押さえてしまえば簡単に貼れてしまい、さらにこの佇まいなので、なんともキャンパー心をくすぐる貼り方ではないでしょうか。見た目のかっこよさはもちろんですが、中は大人が2人寝られるほど広く、高さもあり居住性はとても快適ですので、人とは被らずでもしっかりと快適に過ごしたいという方は必見の貼り方になります。設営難度は珍しい貼り方ではありますが、ポイントを押さえてしまえばそれほど難しくはありません。適用季節はティピー型で暑そうにも見えますが、開口部は広く取られているので風通りが良く、春から秋にかけてのシーズンで活躍してくれるかと思います。フルクローズは不可となっています。快適性は、居住空間は大人が2人寝られるほど広く、高さもあるため、コット、蚊帳を入れてもまだ余裕があり、荷物を置くスペースも十分に確保できます。また開口部は低く、立っていると中が見えにくい構造になっていますので、プライバシーも守られます。設営時に必要な道具はメインポールが1本、ペグが6本、ガイロープが2本になります。設営時のサイズ感は 3×3m で、高さ 1800mm、 横幅 1500mm、 3.5×3.5m のタープで、高さ 2100mm、 横幅 1750mm、 4×4m で、高さ 2400mm、 横幅 2000mm となります。続きまして特徴ですが、設営が簡単で耐候性が高いティピー型、他人とは被りたくない、でも快適な空間は作りたい、そんな方におすすめな貼り方です。コンパクトでありながら開口部は広いため、手の届く最小限の範囲で焚き火やクラフトなど全てを楽しむことができ、自分だけの空間を存分に楽しむことができます。中は広く背が高い構造のため、コット、蚊帳を入れることができ、なおかつ荷物を置くスペースも十分に確保できる快適性があります。フルクローズはできませんが、開口部は低く中が見えにくい構造のため、プライバシーも守られる安心感のある貼り方です。対してデメリットですが、フルクローズができないため、雨が降った場合に開口部付近に荷物を置かないなどの対策が必要になります。開口部付近で焚き火をする場合は正面のガイロープが邪魔になってしまうので、焚き火の位置を考えてしなければなりません。以上がタープティピー貼りの概要と特徴になります。簡単にまとめると、春夏秋の3シーズンに対応、他と差をつけつつ快適な空間を手に入れたい欲張りさんにおすすめな設営方法です。人と被らない、見た目にも快適性にもこだわりたい欲張りさんにおすすめな貼り方になります。フルクローズはできないため防犯対策は必要になるかと思いますが、見た目、快適性は間違いありませんので、気分を変えて一目置かれたい時なんていかがでしょうか。それではこれから実際に設営をしながら貼り方について解説をしていきます。今回使用するタープは DD タープ 3.5×3.5m です。タープティピーに必要な道具はこちらです。メインポール1本、ペグ6本、ガイロープ2本です。メインポールは200から 210cm のものを使用します。それでは早速設営していきます。まずはタープの外側を下、内側を上の逆さまの状態にして広げます。今回はあらかじめタープを折り紙のように折って、先に形作ってからポールを立てていくという貼り方です。まずは図のようにタープが三角形になるように半分に折ります。
次に青丸のループを軸にして頂点の赤丸のループを持って丸一のループに重ねるように折ります。その後2と3の位置でそれぞれ重なっているループをガイロープでくくってまとめておきます。下準備はこれで完了です。今からタープを立てていきます。まずは4、5の位置で重なっているループの上側だけペグダウンをします。続いて4、5の位置のペグダウンをしていない下側のループを持って広げ、6、7の位置でペグダウンをします。ポイントとしては7はピンと張るところでペグダウンをし、6を7と同じ位置に持っていってペグダウンをすると綺麗に張ることができます。今からタープを立てていきます。8のループを頂点にして P の位置にポールを立てます。8の位置を見失うと頂点がわからなくなるので、立てる前に先につまんでおくと貼りやすいかと思います。ポールを立てたら一度後ろ側に回り、はみ出したタープの端を中に折り込んで内側のポールで押さえて固定しておきます。最後に青丸でまとめたガイロープを9の位置でペグダウンをして固定し、後ろ側に回って赤丸でまとめたガイロープを10の位置でペグダウンしてやればタープピーの完成です。どうでしょう、必要道具は少なくコンパクトで設営も難しくないのに見た目はかなりかっこよくないですか。外観は完全にテントですし、中が見えにくい構造のためプライバシーも守られます。居住空間は大人2人が寝られるほど広く、背も高いので快適で機能性も抜群です。キャンプ場でこの張り方をしている人を見たことがないので、人と被らないという意味でもおすすめできる張り方です。タープ内はこんな感じです。広さはコットとハーフグランドシート、両サイドに荷物が置けるぐらいの広さがあり、ソロであれば快適に過ごせる空間が確保できます。高さも 3.5×3.5m のタープであれば 2m の高さがあるため、タープ内で立つこともでき、身動きも取りやすい広さとなっています。奥側半分は折り込んだタープがグランドシートの代わりになってくれているので、人によってはグランドシートいらずなのも嬉しいポイントです。マットを敷いて雑魚寝できるのはもちろんですが、コットを入れても圧迫感は全くなく、体にタープが干渉することもありません。実際にコットを入れて寝てみるとこんな感じです。今回は試していませんが、高さもしっかりあるため蚊帳を入れることも可能です。コットを入れても十分な広さがあり、トランクカゴ一つ置けるくらいのスペースも確保できるので、荷物多めのソロキャンパーでも安心できる設営方法です。ただし気になるポイントとしては、出入り口の開口部が低く中が見えにくい構造の反面、体をかがめないといけないため若干出入りがしにくいという点と、焚き火をする際は正面のガイロープが邪魔で場所を選んで焚き火をしないといけないという点です。この2点が問題なければ、見た目、機能性、快適度とどれをとっても間違いなしの設営方法、それがこのタープティピーです。個人的には今まで紹介してきたタープの中で 1,2 を争うおすすめの張り方ですので、気になった方はぜひ試してみてください。ということで今回のタープの張り方動画については以上になります。どうでしょう、タープ泊の参考にはなったでしょうか。よければこの動画を参考にしてタープティピー張りにチャレンジしてみてください。それでは今回の動画は以上となります。最後まで見ていただきありがとうございました。この動画が参考になったのであれば、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。